よろしくお願いします。あ、お願いします。こんな感じで、ちょっとあのフェードっていうんですか、はい、そんな感じでフェードカット、はい、ちょっと今これ友達にやられちゃっておかしくなっちゃって。そうですよね、まあ、おかしいというか、はい、一定の長さでフェードって徐々にこうグラデーションになってる感じ、急にいきなりここだと難しいん で、 んで、はい、徐々にグラデーションになるようにちょっと変わるんで、ここは少し伸ばしてもらって、ちょっとここだけぼかすんで、はい、境目だけ、はい、でうまく伝えていくような感じで、ちょっとましょう、はい、これは、なんかこれふわっちです。あ、ふわっちですね。ふわっち知ってます？なんかやってる人いましたね。やってる人いました。僕はやったことないですけど。でこれひげはなんとかなります？ひげを伸ばしてるって、こう無駄毛らへんとか、ちょっと、はい、あの床屋さんで剃ったりはできないんですけど、長さを整えるぐらいだったりするんで、何ミリでやりたいとか、なんか結構ありますか？3ミリぐらいで、3ミリでこういらないところはもう全部あのバリカの根元からやります。一番短いやつです。はい。YouTube とかには手出さずに、あ、YouTube は、はい、ちなみにどういうきっかけでお友達に髪の毛をやってもらったんですか？いや、あの、知ってますって言われました。この前やってもらったら、見てますって。あ、なるほど。多分それ僕に合わせただけですかね。どうなんですかね。でも本当に見てらっしゃるんだと嬉しいですよね。はい。ひげはもう全部3ミリでいっちゃっていいですか？あ、はい。はい。少し伸ばしてもらっていいですか？はい。ちょっと痒いところに最後あの温かいお絞りを渡すので見てくださいね。はい。
ちなみに上の長さとかどうしてます？はい、これ伸ばしてます。上は伸ばしてます。じゃあもう長さは切らずにここの境目だけぼかすんで。はい。はい、今のカットもそうですけど、普段どういった配信されてるんですか？普通になんかこういう日常、日常みたいな、はい、だから特にゲーム配信とか、あ、そういうのはちょっとじゃないんですね。で、出会い中みたいな。はいはいはい。でも日常配信ですよね。もう説ってすごいですよね。そうですかね。まあ天才ってまさにそういうやつだね。お兄さん、亀梨に似てるって言ってます。え、やばいですよ。亀梨に。いやいやいや、亀梨君に似てるですね。声もかっこいいですね。全部が。ありがとうございます。なります。え、髪型ですか？もちろんかっこよくするつもりで切ってますよ。フェードがちょっとね、フェードというかただ買ってただけだったんで、はい、ちょっとグラデーションにね、うまくやりましたけど、はい、で刈り上げの位置もおかしくない？大丈夫ですかね？ちょっと低かったんで今、はい、あのぼかしながら上げてるんで。
ここで一回ちょっと流しますので、この腕剃っちゃっていいですか？
よかったらここを見てください。え、あ、すいません。特にスタイリング剤とかはいらないですか？乾かすだけ大丈夫ですか？あ、ちょっとワックつけてきます。はい、あ、いいな。おろし気味で前ではないです。はい、はい、帽子かぶるんで乾かすだけで大丈夫ですか？はい、はい、ね、ここタバコ吸えるんでいいですよ ね最高っす。大体どこにも吸えないですもんね、はい、壁なんてことに。はい、ありがとうございます。保育園でお越しするんで、お会計ボタンを押しますね。わかりました、はい、ありがとうございました。領収書お願いします。6,700円。はい、6,700円で、はい、ちょうどありますね。お待ちください。荷物を預かってもらって、はい、スプラトゥーンの一番くじのやつ、はい、Thank you.
ちゃめちゃ荷物たくさんあるんですよ。すいません。いいよ。一番くじやって A 賞2個取りました。全部買ったわけじゃないんですね。あ、全部ですね。1回680円です。ラストワン賞まで狙えそうですね。詳しい。あ、これ僕は。あ、これさ、持参なんですね。すいません。はい。何も刺さってはないですかね。はい、はい、普段歩きながらも思う。あ、歩きながらもやります。すいません、ありがとうございました。いい、開けますね。あ、いいですか。すいません、どうもありがとうございます。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。あ、受け付けて、ありがとうございます。ありがとうございます。かもられた、かもられた、どうしよう、かもられた、なんでそんな高いカットで。終わった？これ段差ついてる？分かりづらい？これ。後ろ？この辺もちょっとやってよ。あのさ、バリカンのあれを外したら綺麗になるじゃん、この辺、頬も全然汚いじゃん。ちょっとやってや、大概にせえよ。路上ナイスください。無駄遣いしました。床屋やってる？床屋探すか。あの場でちょっと言えないわ、イケメンだったし。床屋がいい？床屋やってるとこある？店変えよう。1000円カット行くか。1000円カット。誰か車の人迎えに来てほしいな。もう荷物がきつい。ちょっと家で休みたい。疲れた。帰りたい。どこに？新宿にいます。疲れました。眠たいです。眠たいし疲れた。で、車もう今なくて、車車検で出しても車検通らないから売りました。だからタクシーってもう金かかりすぎるって。もうこれ以上使えない。もう何しとるかわからんよ。アイテムもらっても全部出費で飛んでくやん。経費かかりすぎよ。だからタクシー使いすぎよ最近。
3位まで4000ポイント。あの優雅に飯食ってる場合じゃなかったわ。これ配るか、みんなに。持てないし、これ荷物、これきついわ。葵ちゃんにあげるか。電車で乗る記録もない。歩くか、家まで。迎えに行こうか。いいんですか。もうホテル取ろうかな。もうホテル取っていい。疲れた、動けん。疲れた。車いくら山田見積もり連絡来ない。AK サウナじゃない、昨日 AK サウナと思って、 AK サウナ配信できないからな。タクシーもホテル代も変わらないんじゃない。確かに家の方が、あの家嫌い、うん、なんか運が悪い、あそこ。うん、あそこなんか気分落ちる。もうしかも、もう布団も使いたくないわな。もう2週間ぐらいいなかったから、もう妻がどの布団で寝てるかもわからんしな。嫌じゃない？気持ち悪くない？誰が寝たかわからん布団。だ、一回シーツとか布団カバーも全部洗ってってやらないと寝れないよ。もう妻のまんじる、たかし考えながら、おなったまんじるついてるかもしれん。汚いでかん。たかし、やっとるかもしれんでしょう。わからん。